今回もご視聴ありがとうございます。久保木ひろとです。ここ最近自分の動画の方ではシティポップス関係の作品を多めに扱ってきましたね。山下達郎さんとか大貫妙子さんとか、杉山清貴さんの作品もそうですけれども、比較的 AOR シティポップスの作品が多かったんですけれども、やっぱり自分はですね、男臭いロックが好きなんですよ。今回はそんなバンドの作品を取り上げたいと思います。こちらですね、カイバンドの破れたハートを売り物にというアルバムなんですけれども、もうジャケットがすでにかっこいいんですよね。もう白黒でテレキャスターを抱えたカイさんの姿が映されてるっていう、もう日本のアルバム作品の中でも、もう隠れた名ジャケットなんじゃないかなと思います。このアルバムは解散前のカイバンドのキャリアの後半に入ったぐらいの作品ですね。この一個前である地下鉄のメロディーまでで、なんかカイバンドといえばこの曲だよねって言われるような名曲は、ほぼ全て出揃っているような感じで、近年の再結成以降のカイバンドのライブのセットリストって、ほぼ曲目が決まってますけれども、大体このアルバムに収録されてる曲までが中心ですね。特にこのアルバムはカイバンドにとってもちょっと転換期の一枚だと思います。1981年の作品で、もう代表曲であるヒーローとかも発売された後なんですよね。でもちろんライブの動員も凄まじい時代で、もうあまりテレビには出ずにライブ中心で活動するっていうスタンスを取っていたカイバンドですけれども、福岡出身のバンドということもあって、やっぱりカイバンドって男臭くて激しくて、どこか妖艶な雰囲気のあるロックバンドっていうイメージが強いと思うんですけれども、この作品くらいからちょっとずつサウンドが変わってきていて、もうアルバムのタイトル曲である破れたハートを売り物にが1曲目ですけれども、全然これまでの曲とアプローチが違うんですよね。アルバムのミックスに関してもすごく苦戦した作品だっていうことが、ウィキペディアの方にも書かれてますけれども、ただのストレートなロックバンドではなくなってきた頃のカイバンドなんで、ちょっとデジタルなサウンドも実験的に取り入れてるなという感じがしますね。だけれども王道のロックンロールも聴かせてくれる、もうジャンキーズロックンロールなんかはもうロック好きだったらたまらないよねっていう一曲ですし、もうやつギャンブラーっていう曲なんかはこれまで通りの妖艶なカイバンドを聴かせてくれるし、権利関係でちょっと問題が発生しているダイナマイトが150トンのカバーとか、そんな曲も収録されていて、かなりバラエティ豊かな作品にもなってますね。というわけでピックアップトラックやっていきたいと思うんですけれども、まず1曲目の破れたハートを売り物に、もうこの曲から今までのカイバンドとはちょっと違うなっていうのを感じさせてくれますね。もうパーカッションとシモンズの音が中心のサウンドになっていて、カンカカカカカンカカカカっていう、リズムのイントロからボーカルが入ってきて、曲全体を通して左右でかなりパターンの違うパーカッションが絡んできたりもしていて、だいぶ入り組んだアレンジになってますね。なんかストレートなギターロックだったカイバンドとはちょっと違うよっていうのをこの曲で表してますけれども、もう2曲目のランデブーではイメージ通りの軽快な8ビートのロックンロールを展開してますけれども、この曲今ではちょっと不適切とされるような言葉が使われていて、同じ系統の言葉が使われてる井上陽水さんの自己嫌悪という曲が、名盤である氷の世界に入ってますけれども、氷の世界が90年代に再発された時は、この曲が引っかかってアルバムから除外されたりもしてるんですよね。ちょっと時代によるコンプラの違いも感じられる表現が入ってますけれども、サウンド的には分かりやすくロックンロールではあるけれども、やっぱり70年代のロックンロールではない80年代のロックンロールっていう感じがするんですよね。いわゆるジャーニー・ボストンみたいな産業ロックじゃないですけど、そういった匂いもちょっと絡んできてるなという一曲ですね。で、そして3曲目が問題のダイナマイトが150トンという曲。このアルバムサブスクでも配信されてますけれども、この曲が除外されてますね。オリジナルは小林明さんが歌ってますけれども、もう日本初のロックンロールナンバーだったんじゃないかっていう説もあるぐらいのナンバーで、もう歌詞の一部ですね、もう歌い出しからカイバンドバージョンは、とっぽい野郎どいていな、すかしたま抜け目気をつけろですけれども、オリジナルバージョンは、カラスの野郎どいていな、トンビのま抜け目気をつけろだったりとか、歌詞の一部が改変されているので、
権利的にちょっとややこしいことになってる曲ですよね。ただやっぱりカイバンドがこの曲をカバーしたことで、まあ、ロックンロールナンバーだっていう認識が強まったのか、まあ、ブルーハーツ、ハイローズ、クロマニオンズのメンバーであるあの真島昌利さんが、まあ、この曲をカイバンドのバージョンの歌詞でカバーしていて、でマーシーさんのバージョンはさらにビート感の強いロックンロールになってるんですけれども、小林明さんのオリジナルバージョンもほがらかなイメージなのに対して、カイバンドのカバーバージョンは、まあ、ちょっと怪しげな雰囲気のアレンジになってますね。まあ、鍵盤の音色が特にそう思わせるんだと思うんですけど、ファン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 っていうあのキーボードの音色も怪しげでかっこいいですね。そしてどっちみち俺のもの、そしてジャンキーズロックンロールと、まあ、ここもロックンロールが2曲入ってますけれども、やっぱりジャンキーズロックンロールは、まあ、ブルース由来のロックンロールギターがフィーチャーされていて、ロックンロールのお手本のようなギターと、あとハーモニカがかっこよくて、もうストーンズライクなジャキジャキしたギターの音色が本当にもう個人的にはツボなんですけれども、そして B 面に入って1曲目が日の訪れのようにという曲で、もう A 面が結構軽快なロックンロール中心だったのに対して、もう B 面はミディアムナンバーとかバラードが中心になってますね。もう歌謡曲らしい哀愁の漂うミディアムナンバーで、でやつギャンブラーという曲、まあ、この曲も妖艶な雰囲気の1曲ですけれども、まあ、女を虜にしてしまう危険な男の姿を描いた楽曲で、まあ、カイさんが提供した楽曲のセルフカバーですね。まあ、オルガンとブラスの音色が特徴的で、まあ、ここもカイバンドらしい妖艶さはあるけれども、70年代のカイバンドとはちょっと違うなって感じるようなサウンドになっていて、そして次の曲、観覧車。この曲は次のアルバムである、虜に、観覧車82っていうタイトルで、再レコーディングされて収録されてますけれども、もうそっちのバージョンが今ライブの定番曲として演奏されてますよね。で、この曲のアウトロで破れたハートを売り物に1曲目のワンフレーズがフェードインしてくるっていう構成になっていて、ここなんかはちょっとコンセプトアルバムっぽいなと感じますね。そしてアルバムのラストナンバーである冷たい愛情という曲。この曲はもうカイバンドの新境地のような楽曲だと思います。もうアルバムのラストらしいミディアムバラードですけれども、もう間奏の張り詰めたようなギターソロなんかはちょっとハードロックの匂いもして、まあ、そんなハードロックっぽいギターなんだけれども、フルートとかサックスの音が絡んでくることで、なんかより大敗的な雰囲気を醸し出してる。これもめっちゃかっこいいなと思いますし、もうサビで使われるシーケンスなんかはもう70年代のカイバンドにはなかったアプローチで、80年代という、まあ、新たな時代に一つ突入したっていうのをもう感じさせますね。まあ、結構攻めたアレンジの一曲ですけれども、メロディーは馴染みやすく歌謡曲らしいのが、もうカイバンドの魅力が詰まってるなと思います。まあ、そんないろんな角度からのアプローチが詰まったアルバムになってますね。というわけで今回カイバンドの破れたハートを売り物にというアルバムを紹介させていただきました。もうこのチャンネルの視聴者の皆さんの層を考えると、まあ、馴染みのある作品ではあるかなとも思うんですけれども、もうこのレコードも毎度おなじみ新宿のユニオンレコードの方で購入してきました。でここにちょっとシールが貼ってあるんですけれども、見本品なんですね。レコードのラベルの方にも見本版っていう風に書かれていて、もうおそらく当時どっかのレコード屋さんにこのレコードが試聴版として置いてあったり、まあ、飾ってあったのかもしれないですね。価格もかなり安い、確か300円しなかったんじゃないかな。すごく安く手に入ったんですけれども、まあ、見本版なのに版質すごく良かったですね。まあ、プチプチノイズちょっと気になるところありましたけれども、張り飛びしたりはしなかったんで、まあ、すごくいい買い物だったなと思います。ぜひこのアルバムまだ聴いたことないよっていう方には聴いてほしいと思いますし、これからまた聴いてみようかなっていう方もぜひサブスクとかで聴いてみていただきたいなと思います。ただサブスクの方では、まあ、再度申し上げますがダイナマイトが150トン、まあ、カットされてるので、その一曲に関してはどっかで補ってもらう必要があるかなと思います。そしてカイバンドのファンの方、この動画を見ていたらぜひこのアルバムは最高だぜとか書いていただければ嬉しいなと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。泣きたくなるよ、こんな下手くそなやつに拾われちゃった。